Chapter 4, A Daily Life. Wow, that sounds exciting. ジャック。ん？なんでござるか？一つだけ言いたいことがある。はっ。親方様の命であれば、何でも聞くでござるよ。少し前から考えていたんだが、お前、今日から間食禁止。恐ろしい仕打ちでござる。毎日の質素倹約に努める拙者が何をしたでござるか。 What a monster. 自分の姿を見てから言え、この腹ペコ忍者。 And why is Jack following him to school? Jack was walking a step behind me, carrying a mountain of sweets in both arms. His moderation was very unconvincing. Further damning was the ring of chocolate around his mouth.I would have to put a limit on the ninja pig. お前が来てから、うちの食品が5倍に膨れ上がってるんだぞ。クイントップ。少しは自制しろ。しかし親方様、今日はお菓子が3割引きというスペシャルな特売日で、見逃すわけにはいかなかったでござるよ。この前はアイスの3割引きで同じように買い占めた。冷凍庫に入りきらなくて、その場で食べたことを忘れたのかな。覚えているなら自制しろ。そのせいで家計は火の車だ。しかし、ジャパンのお菓子は実に美味でござる。特に期間限定は見逃せないでござるよ。親方様、ご上でございまする。せめ、お前はお小遣いをねだる小学生か。My wounds had healed since the battle with Phoenix, and we were enjoying some measure of peace. Jack had taken to calling me my liege and more or less strong-armed his way into living with me. He'd hung a sleeping bag from the ceiling in which he slept, suspended like a cocoon. Because he thought of himself as my vassal, he began spending every day by my side.I owed it to him for saving my life, and it was within the realm of my budget. We basically managed to get along as roommates. He could be a little spacey from time to time, but he clearly meant well. Except... まさか、ここまで食うとは思わなかった。自慢ではありませぬが、気がついた時にはテキサスのブラックホールと呼ばれていたでござる。もう少し前に聞いておけば、対応も変わったんだがな。と言いますと、食事制限。ひどいでござるよ。拙者身を粉にして働いているでござる。He does? What does he do? 先日もアパートの付近をうろついていた不審者を退治したでござる。立派な働きでござるよ。あれはお隣さんだ。向こうが外国人だからってすぐ不審者扱いするんじゃない。あの人たちこそ身を粉にして働いているんだ。この前もフレイムさんが仕事で怪我をして、今は部屋で療養中なんだぞ。申し訳ないでござる。余計な騒ぎは厳禁だ。任務遂行の差し障りになる。承知したでござる。 We trudged along. おやつ100円だけだからな。本当でござりまするか。半日100円でござるか。 But was it 100 yen per day earlier? さらっと倍にするんじゃない。お小遣いは1日100円。異彩承知。さすがは親方様、懐の深さは天下一でござるよ。これでうめえ棒がたくさん買えるでござる。アイスはもちろんカリカリ君一択でござるよ。ものすごく安い天下だな。I wondered how Flamesun was doing. I heard he got himself into an accident at work. I guess you put your life on the line when you do manual labor. It sounded like he was convalescing at home. I hoped it wasn't just because they couldn't afford a hospital. 大事がなければいいんだが。体が不自由だと何をするにも面倒くさそうだな。部屋にこもりっぱなしはオラには想像できに。名誉の負傷だな。どうかしらね。独断専行で暴れた挙句ボロボロで戻ってきたんだし。マリー対カンカンだったもんな。あれでは当分収まらないでしょう。いやはやあの剣幕には参りました。ま、これに懲りたらおとなしくするんだな。
当分は動けないんだろ。貴様ら、そういやマリー隊はどこ行ったんだ。何やら調べ物があるそうで、あちこち出歩いてますよ。ああ、俺が動けないからといって好き勝手するんじゃねえ。なこと言ってもな。ギプスを見かければマジックペンで落書きするのは礼に致し方ありません。俺はそのようなことを頼んでいない。ロッシュだけならともかく、なぜ全員で落書きをする。オルソン順位まで。俺は怪我人だぞ。もう少しいたわるものだろう。ストライカーゼロならまだしも、ヘッポコ忍者に負けたんだろ。いたわれって言われてもな。ちょっと無理な話よね。まさに油断です。必殺技で押し負けたのですからね。大地よ、お前のあれ不死鳥神話だっけ。前々からダサい名前だと思っていたんだよな。あれじゃ名前負けも確実だって。なっ、俺のネーミングセンスをバカにする気か。いななき不死鳥神話。あんまり似てないべ。オルソン12も笑いをこらえるのに必死のようですね。必殺技は力あるものの矜持だ。強化人間のバロメーターだ。そういうお前たちこそ同じように持っているだろう。おらねえけどな。要は勝てりゃいいわけだし。Oh, how lame. お前は逆にこだわりがなさすぎる。なんだ、いちいち叫ぶのがだるい。それよりもよ、火出してくれ。なぜだ。いやさ、散歩から帰る途中にばあさんが重たそうな荷物を持っててよ、ついでだから家まで持ってやったんだよ。 Oh, how nice of him. 珍しい行いだな。ロッシュ注意らしからぬ行動だ。ご近所さんには親切にするもんだろ。でさ、そのまま帰ろうとしたんだけど、ばあさんがお礼だからってこいつを渡してくれたんだよ。タバコですか。親切はするものですね。そうそう、どうしてもって言うから一箱だけもらったんだよ。タバコなど百害あって一利なし。先ほどの善行と比べて品性のかけらも感じられないな。お前、電柱のマーキングが快感になってきたとか言ってただろ。まさか俺の火をライター扱いにする気か。ガス代もバカにならねえし、いいだろ。断る。俺の炎は戦いのためのスキルだ。便利屋と間違えられては心外だ。マリー隊が屋台の売り上げ次第ではガス代を節約すると話しておりましたが。大変だな。俺は誇りあるバルボラ帝国の強化人間。決して便利屋では。書くな。落書きなど必要ないと言ってるだろう。もう少しで私の似顔絵が完成するのに。私の美貌をいつでも拝めるわけだから、ここはあえて受けるべきじゃない。 You could just give him a photo. 大地よ、ヒルコ少尉も引っ越しの時に能力使ってたんだぜ。俺もたまに包丁代わりにしてるし、気にすることねえだろ。念動力の無駄遣いだったわね。引っ越しのお兄さんに電話しなくて済んだけど。俺は誇りを持っているんだ。ねえ、もうこのまま寝かせてもらう。そうさせてあげたいところなんですが。戦闘報告書と始末書がまだです。マリー隊からの催促でな。お前、この前まで腕も動かせなかったし。当分は書類仕事です。内職のバラ作りもあるので退屈する暇はありませんよ。頑張ってちょうだい。どうして俺がこのような目に。あの時倒しさえすればよかったもの。ストライカーゼロとテキサス忍者、覚えていろよ。おー、江戸時代の始まりは徳川家康が江戸幕府を開いたことから始まり、classes continued as if nothing had happened. The battle did some damage to the city, but Jack's efforts had kept it to a minimum.
For the ordinary citizen, it was little more than one more topic of casual discussion. A familiar voice leaked in from the window, but I didn't respond. You might say the citizens were too indifferent, but downplaying these incidents was part of my duty. The peace of the town, no, of Japan, was of utmost importance. As I began to copy down my notes, I heard a faint rapping. For a moment I thought it says fapping. I looked over to see Haruna, my self-professed childhood friend, tapping my desk with her pen. It was against the rules to whisper in class. After careful consideration, I wrote on the side of my notebook. As if catching my intention, Haruna blushed in embarrassment and said to them,俺は構わないが、教師に認められる前に終わらせた方がいいな。ありがとう。聞きたいことがあるんだけど、今日のお昼ってもう決めてるのかな？まだ決めていない。貧血だから我慢しようとも考えている。ダメだよ。食事は1日3食、ちゃんと食べないといけないんだよ。そうは言っても俺にも都合がある。無計画に使うわけにはいかない。 そんなに困ってるの？どうして？秘密だ。大したものではないが。そうなんだ。じゃあ、お昼の予定はないんだよね？今のところはな。だが、春菜と何の関係があるんだ？秘密。本郷さん、次のページを音読してもらえますか？148ページの3行目からだ。 Japan was at peace. I would use this tranquil time to fuel me in my next funk. This next funk? Something landed on my desk. I picked it up. It was a balled up sheet of paper. Kazami was looking at me with an apologetic expression. Was this for me? I pointed at myself as if to ask her. She nodded furiously. She gave no more indication of what she wanted, so I opened the paper she threw at me. I didn't know what she had in mind, but there was no reason not to tell her. If I answered honestly, she would be more likely to explain the situation to me. I tossed it. The paper ball traced an arc through the air and landed neatly on Kazami's desk. She smiled as she read it, then bowed her head to me obsequiously. As I waved to her to dismiss her worries, I noticed Ichimonji beside me, looking at me with dissatisfaction. The day had been so uneventful, it was so peaceful, I almost felt myself yawning a few times. When lunch break rolled around, the students gathered around Kazami's desk. My fears that she might not integrate successfully into the class had proven to be unfounded. She no longer seemed lost about everything and chatted with them as if they'd been friends forever, though I did occasionally observe her blushing as if she'd made a mistake. For my part, Haruna was the only one who ever approached me. It was more convenient for me that way, though it was less likely that I would become conspicuous if I didn't have to answer a lot of questions. Huh? I looked down and noticed a piece of paper had drifted down at my feet. Had someone dropped it? I picked it up and checked it over. It looked like a diary. I realized I shouldn't read it too closely, but glanced over it so that I could return it to its rightful owner. What? Wait a minute. So I guess he is, in fact, a girl. It's a reverse trap. The owner was immediately apparent.
It was Jack. I couldn't imagine anyone else writing Verity in their own diary. Just what was he trying to do? I picked up the paper and put it in my bag. Jack's living expenses were piling up, so I couldn't get anything too extravagant. But I would need some nutrition if the Barbora Empire showed up. I couldn't fight cyborgs on an empty stomach. I couldn't hear Jack anywhere nearby, so he was probably off getting lunch for himself. I hoped he wouldn't go feral like last time. いいことだ。一日を笑顔で過ごせるのなら、それに越したことはない。それでね、今日は本当にお昼を用意してないんだよね。部屋には何もないからな。弁当を作る余裕もなかった。やっぱり一人暮らしは大変なんだね。気ままな生活だ。何をしても誰かにとがめられることもない。でもご飯を食べないのはいけないと思うな。元気がなくなっちゃうよ。多少の無理は効く。そもそもどうしてそこまで心配してくるんだ。幼馴染なんだから当たり前だよ。もしかしてまだ信じてくれないの？信じるも何も俺は覚えていない。いいもん。私のこと絶対に思い出させてみせるんだから。 好きにしろ。俺にはどうしようもできない。うん、好きにするもんね。何をしているんだ。ちょっと待ってね。カバンの奥に入れてたから。用がないのなら行かせてもらうぞ。昼休みもそう長くないんだからな。ま、待ってよ。すぐに見つかるからここで待って。 大丈夫ですか？どういう意味かわからないが、今は何もしていない。念のために確認したいんですけど、お昼は本当に決まっていないんですよね。Did she make a bento for him? 決まっていたら今頃は弁当箱を広げている。そうですよね。私たら何をおかしなことを聞いてるんだろう。いや、何をするにも確認は大切だろう。お前の行動は間違っていない。 しかし、お前の行動に何か関係があるのか。接点があるようには見えないが。それはですね、その、どうした？用件がないのなら行かせてもらうが。ちょっと待ってください。すぐに要件を言いますから。情報収集のため現地の民間人と交流するのは私の任務。 任務なんだから、ミラー大佐、許してくださいね。私のお弁当は大佐に食べられても、私の心は大佐のものです。私の家ってすごく大所帯なんです。だから食べ物もたくさん買わないといけないんですけど、いつもごちゃごちゃして大変なんですよね。それで今日の朝、冷蔵庫の中を整理したんですけど、賞味期限が切れかけたものがたくさんあったんです。でも捨てるともったいないじゃないですか。それで しようと思ったんですけど、予想以上に多くて余っちゃったんです。本当に余ったんですよ。ちょうど自分のお弁当も作るつもりだったんですけど、余った分を調べたらもう一人分ぐらい作れそうだったんですよ。男物のお弁当箱もなぜだか一つだけ余っていましたし、試しに入れてみたらぴったり収まったんです。すごいですよね。世界の神秘です。この感触はもしかして、だから何が言いたいのかというとですね、 Saruna going to give him a bento too? Apparently so. Haruna and Kazami realized they had spoken up at the same time. They looked at each other for a moment. They both looked at me, then at each other again. Slowly, they both began to blush. お先にどうぞ。うん。リンさんこそお先にどうぞ。いえ、私のはただの思いつきですから。幼馴染の春菜さんが先約のはずです。
そんなことないよ。リンさんこそ同じ転入生なんだから先約のはずだもん。私なんて到底、ほんとただの思いつきで深い意味なんて全然ないんですから、遠慮しないでください。私も幼なじみだから懐かしんだだけで、変な意味なんてないんだよ、本当だよ。え、それって本当？ごめんなさい、本当に私は何でもありませんから。はい、私もリンさんこそ気にしなくていいんだよ。いや、ハルナさんこそ。どうするのあれ。どうするというと？だからどっちのお弁当を食べるのよ。Oh, do I have to decide that? 両方食べればいいだろう。せっかくのことだから無視するわけにはいかない。まあ、あんたならそう言うわね。何か問題でもあるのか？別に。二人とも喜んでくれるんじゃないの？だといいが、二つとも俺が食べていいものか悩むな。食べればいいじゃない。というか、あんた以外が食べてどうするのよ。そんなものか。まあ、あいつには何か土産を用意すればいいだろう。あいつ？一人暮らしじゃないの？秘密だ。また。何でもいいけど、まさか同棲じゃないでしょうね。どうして俺が女と一緒に暮らさなければいけない？相手は忍者だ。忍者？はあ、あんたの話を聞くたび、嘘か本当か悩むわね。嘘をついてどうする？何の意味もないだろう。しまった。秘密を漏らしてしまった。見事な誘導尋問だな。いや、誘導尋問じゃないし。内密にしてくれるとか。はいはい。結城が忍者と暮らしているのは秘密なのね。うん。正確には秘密ではなく機密なのな。にしても、あんたと付き合う子は苦労するわね。今の時点で予想できるから怖いわ。どうしてそんな話題が出る？こっちの話よ。春菜も凛も大変ね。話が見えない。お前の話は分かりにくい。いや、女子の話は爪からくそうか。はいはい。まあそうでしょうね。いまいち釈然としないな。されても困るわよ。それよりも、春菜、凛、どうせだから全員で食べない？え？私が皆さんと混ざっていいんですか？いいも悪いも、そっちの方が楽しくない？春菜もいい？うん。私も凛さんとこうやって話してみたいと思ってたんだ。ありがとうございます。春菜さんにそう言ってもらえるなんて嬉しい。おじいちゃん、おばあちゃん、私に新しいお友達ができました。また飛んじゃってるし。おい、リン、聞いてる？トリップしてないでこっちに戻ってきなさいよ。ずいぶんと遠くまで飛んだようだな。ちょっと変わってるけど悪い子じゃないわよね。先に用意したらいいんじゃないかな。机はくっつけてもいいよね。問題ないだろ。誰も座っていないし、終わった後に戻せばいい話だ。じゃあ決まり。ささっと済ませるわよ。ヤマト君は反対側を動かしてね。行くよ。私にも手伝わせてください。豪華だな。 With all four desks in place, the three girls and I sat down for proper lunch. What's that supposed to be?Curry? I had to go into the cafeteria but came up empty-handed. That's when Haruna and Kazami laid out their lunch boxes for me. どうかな？料理は苦手じゃないから美味しく作れたと思うんだけど。Well, at least it looks good. ああ、文句のつけようがない。Haruna's lunch was made up of Western style food. A hamburger, steak and sausage were neatly balanced by a healthy salad with cherry tomatoes. It was all laid out so nicely, I had no doubt it was delicious.作ったんだよ。ヤマト君、チーズ入りのハンバーグが大好きだよね。どうして俺の好みを知っている？だから幼なじみなんだから知ってて当たり前だよ。道理で俺の好物ばかり入っているわけだ。
これで信憑性が一つ増したな。本当なのに。I gave Haruna a suspicious glance as she powered it, then looked at Kazami's lunchbox. There was Meuniere miso fried meat and potato stew. It was arranged heedless of color or unity. The smells competed with each other and the juices ran together. I could see the places where mistakes had been hidden. To tell the truth, it didn't look very appetizing. Kazami の弁当箱も豪華だな。冷蔵庫の余り物とはとてもじゃないが思えない。そうですか?意外と余っているものなんですよ。ほら、魚は足が速いですし。それにしては種類も豊富だな。ドキドキ。ああ、気にする必要もないか。ありがたくいただこう。なんだ、お前も食べたいのか。空気が読めないと思ったけど、意外とやるじゃない。何の話かわからない。気にしなくていいわよ。せっかく作ってくれたんだから食べなさいよ。元よりそのつもりだ。甲乙つけがたい出来だが、どちらから手をつけるべきか。ドキドキワクワク。両方食べるのだから気にしなくてもいいが、やはり最初の一品は特別な。そわそわ、ウキウキ。悪いが、じっと見ないでもらえると助かる。そうだよね。私もすみません、つい気になって。別に謝る必要はないが、少しばかり食べにくいから。何かおかしいところでもあったか。だってさ、いつも仏頂面のあんたが困った顔になってるんだもん。普通は笑うわよ。仏頂面で悪かったな。別にいいけど、早く手をつけないと昼休みが終わるわよ。どっちから食べるか決めた方がいいんじゃない。お前の言う通りだな。さて、どうするか。 Oh jeez. Which should I choose? I can't decide. Well, Kazami is basically our enemy, isn't she? Maybe it's a good idea to get on her good side. Because if she trusts us more, maybe she will give us some intel on the enemy later on. Yeah, that could work. Kazami の料理を食べよう。同じ転入生のよしみだ。期待しないでくださいね。どうして？美味しそうに見えるかな。うちの人、料理ができる人があんまりいなくて、料理本を片手に作ったんです。美味しくない時は私が食べますから、無理しないでくださいね。いや、完食させてもらう。何せ貧血で栄養分が足りていない。結城さん、問題があるようなら残すが、どうする？いや、ゆうきさんさえ良ければ全部食べてください。安心した。では、食べさせてもらおう。It really was better than it looked. The taste was a little strong. It wasn't bad, but it wasn't exactly gourmet cooking. The dishes were Japanese, but definitely prepared in a Western style. The fish had clearly been marinated in sauce. At any rate, it was edible, and I couldn't complain about the nutrition. I really was grateful to have it.話がまとまったところで、私も食べようかな。But you were eating the whole time! Well, you had your chopsticks in your mouth the whole time, at least. お店に出てきそう。当たり。誰が？お店に出てきそうっていうの、正解よ。これ、お店の残り物。手作り率は半々ってところかな。すっごく美味しそうです。同じ料理が並んでいるんですか？まあね、誰かさんのせいでお客さんが減ってるけど、味は保証するわよ。値段もリーズナブルで、今なら無料セールも実施中。本当なんですか？こんなに美味しそうなのに。ありがとう。はい、口を開けてみて。はい。喫茶一文字の名物メニュー、ちょい悪ナポリタン。他の店とはちょっと違うわよ。うわ、すっごく美味しいです。普通のナポリタンでも美味しいのに。
そこは企業秘密。でもナポリタンのうさんくささがパワーアップしてるでしょ。はい、来てくれるかどうかわからないんですけど、うちの人にも宣伝しておきます。本当？もし来てくれるなら一品だけサービスしてあげるわよ。どんな味なんだ？俺も一口もらいたい。門前払いは客商売としていただけないな。あんたは別、たまには普通に注文しなさいよね。貧血だ。まったく、もうそう答えると思ってたわよ。でもあのお店って長いんだよね。美味しいのも当然じゃないかな。お父さんが若い頃に始めたみたいだから。うん、本当に長いわね。その割にはコーヒーに。だからあんたは別、たまには普通のコーヒーを頼みなさいよね。貧血だ。二度も言わなくても分かってるわよ。もう後で本部に伝えておかないと。After class, the students disperse to go about their daily lives. I move towards the exit to make my way home. But we will do that next time on Chuo Dengeki Striker. Thanks for watching, and until next time, bye bye!